ドアビューがどこにどういうふうに貼り付くのかを説明します。例えば足が痛くなって整形外科を探しているとします。その時に、この検索エンジンで探します。枠の中に整形外科で、住んでいるところを伊勢原市とします。整形外科、伊勢原市のキーワードで、このような検索結果が出てきました。やはり上の方から見ますよね。そして一番上にある高橋整形外科、こちらをタップすると、マイビジネスのページというものが開くんですね。このマイビジネスページでは、その高橋整形外科さんのお店の情報が見ることができます。はい、インドアビューが、見れるのは、ここの中を見るというところですね。ここをタップすると、インドアビューの操作ができるようになります。試しにタップしてみると、このような感じになります。インドアビュー、こちら輪っかのついているのがインドアビュー、2階と1階両方が載ってます。2階部分をクリックしてみます。すると、このようにインドアビューの操作がスマホ上で行えます。はい、非常に滑らかですね。やはりインドアビューだと、その病院の、ベッドの数ですとか、どんな設備があるのかっていうのが一目瞭然でわかるので、来院する前の不安が、取り除けますよね。はい、じゃあ戻ります。ではまず第一の貼り付け先としては、このマイビジネスページの、この写真の欄ですね。こちらに、インドアビューが貼り付きます。一番大きなアイコンなんで見てくれやすいと思います。そしてもう一箇所の貼り付け先は、こちらの自社のウェブサイトです。高橋整形外科さんはウェブサイトを持たれているので、ここにウェブサイトのボタンが、青く表示されています。こちらをタップしてみます。するとこのように、高橋整形外科さんのウェブページにアクセスできました。きちんとスマホ対応された良いページだと思います。で、こちらのですね、インドアビューはこのホームページ内にも貼り付くことができます。どこに貼り付いているかというと、ちょっとここのメニューを出します。メニューを出して、設備の紹介、こちらですね。タップしてみると、こちらの方にインドアビューがね、貼り付いているのが分かります。こちら2つインドアビューが貼り付いてます。1階と2階、2つに分かれてインタビューを分けて表示してるんです。しかも、ウェブページ上でインドアビューの操作ができます。こんな感じで。なんで、ページを切り替えることなくインドアビューの操作ができますので、まあ、シームレスな連携になりますよね。まあ、ただちょっと画面が小さいっていうのがね、難点ですけど。まあ、大きくしたければ、こちらの Google マップで見るというボタンを試しに押してみますね。すると、スマホの画面いっぱいにインドアビューが広がります。まあ、やはり大きい方がね、こう操作をしやすいですね。こういう感じで、スマホ上で、ウェブページをインドアビューを確認できます。はい、では戻ります。では第2の貼り付け先としては、ホームページ内、しかもホームページ内は、自由にレイアウトが可能なので、このように1階2階に分けてインドアビューを同時に表示することができます。しかも、自分の
ページ内で今見てるページ内でインドアビューの操作ができますので、めんどくさくなくていいですよね。はい、このように、先ほどのマイビジネスページと、ホームページ内にインドアビューを貼り付くという説明しました。でまあ、さらにですね、こういうお店があったよとかね、まあ、今回は整形外科さんを例に挙げましたが、こういう整形外科さんがあるよって友達に教えてあげたくなった時は、ユーザーさんはね、おそらくこういうところのボタンから共有するんじゃないでしょうか。最近ですと、一番よく使われているアプリの LINE ですとかね、Facebook、あと Twitter なんかで、どんどんこう知人にこういう施設があった、こういうお店があったっていうのをどんどん紹介してウェブ上に拡散されていく可能性が非常に高くなります。はい、では、インドアビューの貼り付け先は、先ほどのマイビジネスページ、ホームページ、あと拡散もされやすくなるという説明でした。